あの、今、新型肺炎のことで、マスクがですね、どこへ行っても売っていませんですね。で、ドラッグストアに買いに行ってもですね、まあ、一人一個まで、これはまだわかるんですが、全くマスクのな、あの、売り場がですね、ガラガラになっていて、えー、売り切れですと。で、入荷の予定は未定です。というような、張り紙がしてあるのを何度も見かけました。で、 品切れになるのはわかるんですよ。この非常事態でありますので、みんながマスクを買いたがるので、品切れになるということはわかる。ですが、入荷の予定が未定というのがですね、私には全然よくわ <laughs> からんと思って、不思議でならないんですね。というのも、今、マスクはですね、国を挙げて増産しているわけですよね。 世界で有数のですね、大工業国である日本がですよ、ジャパンアズナンバーワンの大工業国の日本がですよ、国を挙げてですね、あの、体制抑産体制かと思うぐらいに総力を挙げて、マスクを大量増産しているわけですよね。で、あれば、それぞれのお店にですね、仮に少しであるとしても、入荷があって叱るべきなんです。ですから、 入荷の予定がないというのがですね、不思議でならないんですよ。で、その入荷されたものがですよ、まあ午前中のうちに売り切れちゃうとか、お店が開いたらすぐに売り切れちゃうとか、ということがあれば、それは理解できます。みんながマスク買いたいと思って買うわけですから。で、一人、人、一箱ずつにしてくださいね、みたいな、そういう話にして、あの、いきなり買い占めになるとか、そういうことを防ごうというような、 行為が行われていればですね、あの、それは証行為として、これは全然、ああ、それはあり得ることだと。そうかと。お店の人も大変だな、と思いますけれども、そうではなくて、なんで入荷しないのかというのが <laughs> 謎なんですね。で、考えられるのはどこかで止まっているんでしょうね。どこで止まっているのか、さっぱりわかりませんけれども、で、あの、 コロナウイルスの私が最も謎と思っているところはですね、感染して発症して治った人が再感染している可能性が多方面で指摘されています。で通常の、私は文系ですからあくまで素人の中での知識の範囲内ですが、通常の疫学的な知識に基づけばですね、そのようなことは起きませんよね。 あの、一度病気になって、その感染症にかかって治ればですね、免疫がついて抗体ができて、二度と同じウイルスにやられることはないというのが、これが常識であります。それがですね、抗体ができないってた体ど、どういうことっていう、こう謎、謎ですの、ね、で、これが東京大学の偉い先生がノートという媒体で発表した文章では、 交代ができるから心配ありませんで。でも、う堂々はっきり書ききっているわけですね。ところが、いろんな、今いろんなお医者さんが YouTube だなんだかで発信してるのを読むと、見たり聞いたりすると、あの、意見バラバラです。あのー、例外的にそういうことも起こるじゃんみたいなですね、曖昧なことを言う人もいます。なのであ、一方でですね、これはと、とてつもない、あの、今まで聞いたこともないような新しい、 あのー、まあ、状態のものだというようなことも言う人もいますし、はバラバラですね。で、曖昧なこと、返答で逃げる人を何人も見ました。で、現実のところはわからんというところですけれども、この一点を取ってみてもですね、今、我々、まるで風の谷の直しかのですね、深いさまよう民のように、常にマスク、マスクと思っているわけでありますけれども、ちょっとしばらく、 注意をして様子を見なければならないというように思います。軽挙妄動をもちろん注意しなければありませんが、楽観するにしては得体が知れないなと、このように思います。HIV ですら感染すれば抗体ができるにもかかわらず、新型肺炎は抗体すらできないという説があるわけですね。不思議ですね。もう少し経過をよく見てですね。でももちろん、あの、しばらく経てば明るい未来、 見えるでしょうから、それまでみんなで頑張りましょう。じゃあ、えー、終わりであります。ありがとうございました。